から。そう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 。日本語でやりました。はい。はい、というわけで、クウェートの地からお送りしてますけど、クウェートバトルワイヤル2016の、デッドアライブ部門そろそろ始まります。で、トップ4ですね。ウィナーズファイナルを最初にやって、ルーザーズやって、ルーザーズファイナルやって、グランドファイナルっていう流れになるかなと思います。ですよね。はい、で、エンペラーカオさん、よく日本で対戦してる方なんで、すごい頑張りたいって言ってて、絶対みんな見殺しにしたいと思って見殺しにしたいって言ってたよ、一人で。なるほど。で、彼がね、心配してたのは相手がものすごい若くて、うん、で、若い人たちってすごい反応が良くて、それをちょっと気にしてるんだって。うん、そうだね、うん、3D ゲームってフレームとか間合い管理を大事にするところがもちろんあるんですけど、うんうんうん、若さにより勢いで押し切ろうとする人がねやっぱいますよねってところで、ね、でも、はい、若くて反応早い人ってさ、うん、フレームデータちゃんと見て覚えてるのかな。そう、どうでしょうね。可能性は低いんじゃない。可能性は低いですねでも、そこでまあベテランがどうやってフレームで飯を食っていくかが大事かなってところで、うんうんうん、はい、じゃあ、エンペラーカウン VS ワーストですね。うんうん、あ、じゃあ、どっちがどっちに座ってるか。あ、バトンチェックも終わってるところで。バトンチェック終わってますね。もう始まってますね。始まった。で、どっちがどっち、どっちが、ちょっと後で確認しましょうかね。多分、あ、ここから見ると 1P 側はエンペラーカウンですね。ね、でエンペラーカウは昨日はモミジとレイファントという感じで、うん、まあ、何キャラか使えると本人も言ってたんで、モミジで勢いで押し切るかレイファンで丁寧にやるかどっちか選ぼうかなというところで言ってた言ってた言ってた、はい、で、まあ、最初はモミジ同キャラ戦となってますね。おお、なんかいい勝負っぽいねこれですね。で、おお、勝った。このゲームはまあ、いわゆる忍者がいっぱいいるんですけどいっぱいいる。モミジは上から降ってくる蹴りがこう、うん、まあ、読み間違えるとこう悲惨なことなダメージを叩き出してしまうんで、はいはいはい、はい、まあ、そこがまあ見どころなのかなと。ああ、なんだろう、ね、さあホールド、そうそう、こういうとこですね。ね、でこれ追撃できちゃうんですよねこの投げさあ、どこまで減るの。さあ、わからないことしてる感じしますねさあ、ウェイクアップ当たって、あ、エンペラーカーの時間。さあ、いいフェイントからのさ、起き上がりどうする。さあ、ゲダ、おー、いいガード、いいガード、いいガードしましたね、今ね、うん、ゲダ見えましたね。あと、あれですね、エンペラーカウ、メガネつけてるキャラ好きですね。そうだね、毎回メガネつけさせてうわー、さあ、アンジュレーションあるけど、どうする。さあ、いい反応、私も予選出てたんですけど、うん、この国のプレイヤーのホールド、ものすごい反応早いんですよ、なんかやっぱり大切なんだね。やっぱやってますよね、うん、肘当てて2段目で上段 B 出したら全部取られて死んじゃいましたからね、私ちゃんとなんか見てから反応して見てから行動するのが大事だよね。大事ですね、やっぱどんなゲームでもそこ大事なのかなと、うん、さあ、フェイントの下 P が当てたけど、さあ、そう、これこれこれ、あ、お、投げられてる、あ、終わった、ま、なんかね、こうぼったくろうとしてるんですけど、そこちょっと冷静にさばかれちゃいましたね、今あ、まあ、やっぱり同じキャラ使ってるんで、なんかエンプラカーは何もしてなかったね、ねえ、固まっちゃった、最後固まっちゃいましたね。そうそうそう、これをどうさばくかがもみじ戦のポイントなんですけど、相手のエクスバーストさんのね、さばきすごい熟練してる感じしますね、うん、で、ただ触ってる回数はカウの方が多いんで、まあ、ハイカウンター投げをうまく取ってダメージを稼いでる感じですね、うん、さあ、裏目に出る感じになってさ、グダってるグダってるグダってる、ね、完全にこれエンペラーカウペースだね、試合は。いいですね。1試合目エンペラーカウの勝ちになりました。はい、で、3本選手ですね、ウィナーズファイナルだと。そうですね、はい、はい、またもみじ対決になりますね。キャラ変える、キャラ変えてるっぽいね。あれ、キャラ変えてるってことはなんかデッドアライブ上手い人たちっていろいろ使えますよね。そうですね、なんか何キャラか使える印象ありますね羨ましいですよねまあ、私は得点のキャラしか使えない感じなんで。ギリティとブレイブリュー優勝してるくせに言うなよ確かにさあ、キャラ変えてクリスティですね、うん、クリスティは、どんなキャラなんですか、クリスティって。なんて言ったらいいんだろうな、バーチファイターのリオンがイメージすれば簡単に分かりやすいかな。ちょっと変わったキャラってことか。へぇ、まあ、さあ、まあ、その前クリスティで動いてるところの話の前にモミジがピョンピョンしてますねボコボコにされてますね、今、クリスティの方は。うわ、すごいですね、あの下段回転技なの、ほんとすごいですね、見たところもさあ、各班の下段投げ、ちゃんと入れていきますね。ホールが強いゲームなんで、うん、下段に対しては確定の下段投げ入れるか、もしくはっていうのが、まあ、読みになるんですけど、はいはいはい、やっぱりちゃんと、まあ、きっちりやってますって感じですね、はいはいはい、さあ、ここで使ってなかったってピーからの当て投げを見せていきつつも裏取られて、おっと下ってる下ってる、うんうんうん、さあ、下段ガードして
僕見ててもマジわかんないいやーもみじ川がちゃんとしてますね。さあきっちりガードして PK 打ち返して、さあ打ち返して、さあ下段打っていやらしい、さあ中段からのさあボールだけ網合いに、よっときっちりさばき返したクリスティ、すごい、ほら登録権リオに出るっていうのはそれですね確かに確かに。さあ中段が何回か取られてるんで、ちょっと下段中心に組み立てを変えてますからね、もみじ川はね。さあ浮かせて、さあ高いぞこのキャラは、すごい減った。さあ何もしない、おっと相手ホールドしなかった、ホールドするかしないかっていう読みになっちゃいますねそうこれあ、投げが投げに弱そうですね今の。あ、そうですね、今のランからすると。さあ、あ、It's OK、 はい、It's OK、 ちょっとマイクの位置に調整してましたといったところで、さあもみじ側が猛攻、さあ中段から浮かせて、さあ起き上がり下段重ねる、さあ空振ってるけどややお構いなしに攻めていくが、ホールド取られ返して、さあよく見ていた、ウェイクアップ取って、あーっと潰して、あ、終わってます、ね、さあ2本目がもみじですね。わあ、2-0です。2-0です。さあどうなる、早い、このゲーム激しいですね。1試合目なんか見学してたっぽい、ね、そうです、観察してたかもしれないです ね癖とかをね、あの観察で覚えようとして、ね、2試合目からなんか本勝負みたいな。そうそうそう、うん、だからもみじの標準的なセットアップ使ってたんですけど、まあ、あのホールドを見越してハイカウンター投げを取ったり、うんうん、下段を混ぜていって困惑したり、うん、で最後の最後であの蹴りであの置き切り潰してたんでよく考えてますね。またキャラ変えてるんですかねこれ。お、レイチェルですね。あのこのキャラなんていうか、あの、まあ、女性のキャラなんですけど、こうすごい重量級キャラで、なんかこのギリティのキャラに似てる服がミディアレージそう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 、そうかもしれない。ただちょっとねコロコロ変えてるけど、ただもみじ側の攻めをさばけてないんで、そこが吉と出るか京都出るかといったところですが、おっと、お今の勢いあるな、これ勢いありますねこのプレイヤー、かっこつけやがったりね。あ、そうですね、このキャラはなんかあの昔の番長スタイルのコシチュームとかもあって、うん、あの男らしいですよ、女性キャラなんですけどさあ下段空振ってるけど、さあお構いなし、いいタイミングでした。さあ P 刺して返して、さあレイチェル側が1本選手、まあこれねちょっとここ取り返さないと、おっと、さあクリティカルバースト、このゲームはねあのよろけてるところ、まだあるの、まだあるの、半分減ってるになるんですが、あれぐらい減っちゃいますすごいですね、半分減りました。さあ橋は危ないぞ、橋は危ないぞ、さあ空振って、さあ出し切ろうとしたところを割り込んでいく、ペラガウ選手のなんか知識量が光る感じがしますね、きっちり差し込み返すっていう、うん、リレーに対してダウンアタックもしっかり。さあどうする、おっ、あーやっぱ 3D ゲームのあのこの置き蹴りを食らってしまった時のこうやらせない感じなんとも言えないです、うん、なんかこのレイチェル選んだからそのなんかここが勝負ってところなんか結構うまいですね、ですね、読みがなんせ、ね、3人目のキャラですからね、うん、そうですね、そう、あのもうこれしかない、あの相性とか置いといて持ちキャラって感じなんでしょうかね、うん、さあそう、この先ほどからこの牛脂による割り込みが光りますね、もみじ側、あ、さあきっちり取っていく、取り返して 1-2、 もうバレてしまったのかなバレてきたかなあ、今のとかですね、なんか裏の裏って感じしますね。さあ確定入れてく、あ、そうそう、このステージですね、あの奥に豚がいっぱいいるんで見れるかもしれない、うわボコボコです。さあどうする、さあここで、あーっと置き蹴りを取って分からせようとしたが、あまあまあまあグラッターと PK で打ち返してさあ 2-2 ダブルリーチ、さあどうなる、さあ先ほどからこの下段ほとんど通ってるんでガリガリ打っていってもいいんじゃないですかねっていう感じの交わりしてますね。あーっと危ない、これは危ない、かなり減るさあ2段目、おさあウェイクアップ見えてる、さあ続けて空中投げしてもうちょっと続けていきますね、はい踏みつけ、すごい今の技、あーっと今の遅かったのが、お、投げてる、あれ、あ、うわ、さあ投げからまだ終わってない、おお大胆だやっと勝った2-1 2-1ですね。なんか2勝負もやってるからちょっと動き覚えてきてるのかな、なんか慣れてきたのかな、慣れてきたのかもしれないですね、うん、ただ最初に試合前に言ってた、うん、勢いでっていうところが最後の試合で出た感じがしますねそれ出すのみたいなとこ
すごい難しそうだな、このね。難しいですね。なんかペースめちゃくちゃ速いし、技も多いし。技も多いですね。まあ、他のやってるゲームと変わらないけど、ね、僕が知らないゲームだと、だから、もっと難しく見える。ね、このゲーム、速いのと、ホールド周りがあるんでパニックっちゃいますからね。さあ、モミジとレイ、あのレイファンと、もう一キャラってことで、エンペラガウはあのパイも持ってますんで、うん、ね、まあ、パイ強いよねって、あの本人もうるさいに言ってます。僕の覚えてるパイと見た目が、はい、あのデッドアライブに来ればパイもこんなに可愛らしいという感じで、うん、あの中国人キャラっぽくない感じになってますね。すごいパイなんか変えたのがこうそうしてない感じになってますが、さあ1本取ってくるのはレイチェル側、うん、なんかパイモードに入るのにちょっと時間かかるかもね頭が確かに、あ、そうだ、髪の毛伸びないとねさあハイランドスロー、エンペラーカウ、おさあ、猛攻、あ、ね、かなりなんか、あ、さあ、ペース掴んできた、こうやって使うんだね、みたいな、こうやって使うんですね思い出したっぽいですね、あの、もともとのバージョンファイターと比べると、なんか何当ててもよろけるから、ちょっと我々びっくりしちゃうとこあるんですけれどさあ、よく見ていた、さあ、あのね、3KP 強いですね、やっぱね、うん、あれね、あの、このキャラ、あの、コマンドが頭の中入ってて、こう楽ですね、見る分には。おー、さあ、きっちり取っていく、あ、ミスった、さあ、下段ホールドしておけばあの上段 B も使うんで、うん、っていうのがまあ読み合いなんですが、めっちゃ痛そうな、痛そうだよねこれマジ でそれも減るんでしょ、それももちろん、うん、あとはおお、あーっと壁がなかった、次で死ぬ、次で、あと一発、おお今ですね、あの壁ヒット期待した動きをしたんですけど、ちょっとうまく当たらなかったっていう感じですね、うん、はいはいはい、そうですね。さあホールド読みに対して何もしないレッチェル側がその切り返していく、さあ置き攻めでどうする、さあ起き上がりきっちりガードして、さあ透かして、おー、あーっとかっこいいねこのキャラね、ね、コンボ面白い、あーっと、さあ中段ホールドか何もしないかを繰り返しているところの投げをかぶせるような下段ホールドしてましたね、おー2対2、さあ取り返した、すごい、最初はね、一発が、ね、あんなに天板にやられてる、やられてましたのにね、すごいです。じゃあレイチェルめっちゃあの向いてるっていうか、なんかレイチェル使ってからペースかなり取ってるんですね。そう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 、あ、結局レイファン出てきました、前情報入れておいた分のこう解説のコースをして何よりっていうところで、はい、さあ結局、さあレイファン出てきました、出てきました、お手並み拝見ってところですね。そうですね私もあのレアン使っこのゲームは使ってるんですけど、彼のレアンものすごい強かったですよ、うん、昨日の見てる限りだとおー、かなり強気、ね、あの壁押し付けムーブがなんか得意技みたいですね、はい、昨日もあれで3試合ぐらい取ってるとこ見てましたんで、うん、さあガークラしてた、さあこれ拾える、わお、きっちりね、P 下 PK で拾ってますね、はい、そうですね、あれしか入らないんで。そうですか。さあ、コマ投げ入って、あれね、あのコマ投げめっちゃ減る。さあ、椅子邪魔。邪魔が入りました。邪魔でしたね、今のね。さあ、自ら。ああ、最大。さあ、このゲーム、クリティカルバースのよろけ中に、ため技を当てると、こんな感じの演出が出て、ものすごい減ります。あの、240ぐらい体力なんですけど、なんか、120とか130とかやっちゃいますね。あ、そうですか。超減りました、今の半分ぐらい減っちゃいますね、びっくりました、びっくりしました、レイチェルはきっちりのコンボ決めていて取り返した感じですねさあレイファンがホールドを嫌って短めに、技を繋いでますね、さあ、うん、タンパで締めて、さあそうこの押し付け、この壁押し付けが超強い、さあ起き上がりレイチェル強気ですね、これさあこれレイファンだけにやる、あの、はい、中段系を取った時のあの限定コンボですね、はい、今のは確定でしたね、あ、結構詳しいですね、あのエンペラーカウさん、このキャラは結構やってて、うん、まあ、なかなか詳しく、あ、もちろんアルゲンさんも詳しいですね、エンペラーカウはね、むしろあの彼の作ってるコンボビデオを見てこのゲームやってましたね、そうですか、ね、でもまだ終わってなくて、レイチェルの時間になりまして、ね、全然レイチェルがまだありません、ね、さあ踏みつけ蹴飛ばしからの、あーっと噛み合った、すごい、今の何投げ、今の投げうわ、じゃあ当てみを出してるところダブルリーチすごい減っちゃうゲームなんでね、うん、さあダブルリーチから決勝まで行くのがどっちでしょうか、あーっと、うわー、さあいい浮かせ、あー、それ入らない、ガードしてる、さあなんかこう力には力で押し返す感じになってます、あーっとやりすぎたか
あとさっきさあと一発勝った勝った勝ったエンペラカオさんが勝った最後まであの、ね、ゲダーのホールドとはちょっと噛み合ってたので、はいはい、失敗しましたね、はい、でいやいい試合でしたいい試合でした